現在の天水駅天水と方形の間に、大白山を主砲とする新霊山脈が横たわり、建設工事は南高現在の蘭州駅天蘭線は、中国甘粛省にある中国鉄道老海線の一部で、天水蘭州間三百四十八キロメートルである。中華人民共和国が九百四十九年に成立した当時は、東西の鉄道幹線である老海線の西端は、 天水駅であったが、1950年には天水線の建設を始じめ、1952年には完成している。この期間南満州鉄道などの鉄道関係日本人300人も鉄道建設に止めようされた。本路線の敷設には多大な困難が伴い、中でも包径乱州間は、新霊山脈の六万山を貫き、伊賀峡谷の北岸に沿って敷設され、地質。 地形ともに複雑で建設された、鉄橋、トンネルは多い。当線の開通は、中国西部地区の開発に対し重要な幕を開いた。堀井光一郎著『満州から、集団連行された、鉄道技術者たち ISBN978 から、4から798802206点水海について、中国の天覧船建設と、日本帰国後の活動、 天蘭鉄路建設に携わった日本人技術者は食料にも特別待遇を供与した。